はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日は予想通りタイムスリップ第1弾の登場、イベントはプロスピ応援団が来たということで、プロスピ応援団の攻略を解説、契約書類の開封をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まず本題に入る前に本日の更新情報を見ていきましょう。まず一つ目がファンフェスタ SNS キャンペーンの報酬配布。東京大阪それぞれの報酬が配布され、 S ランク契約書、 S ランク 30% 契約書、 A ランク契約書2枚が届きました。こちらは動画後半で開封していきます。皆さんの結果も良ければコメント欄の方で教えてください。続いて2つ目がタイムスリップセレクション第1弾の登場。ガチ形式は例年通りとなっており、自チーム確定はありません。欲しい選手がいる場合はランキングを走りましょう。またタイムスリップ第1弾の選手評価、誰が当たりかに関しては明日の動画で解説していく予定です。続いて3つ目が様々なアップデート、一部選手の顔モデル変更や投球モーションの変更、固有モーションの追加が行われています。各自チェックするようにしてください。本日の更新情報は以上となります。続いて本題のプロスピ応援団の攻略に入っていきます。まずこのイベントがどんなイベントかというと、試合を行い入団希望者イベントポイントのエールを集めるイベントです。入団希望者の人数に応じて累計報酬、獲得エールに応じてランキングが決まるため、それぞれ進め方が異なります。ということでポイント解説の方に入っていきます。ポイント1つ目、オーダーは育成オーダーで挑みましょう。こちらのスピリッツに合わせて相手のスピリッツが調整される仕様となっています。また自走者の活躍ゲージも大切なため、ベンチに何人か打てる選手を置いておき、出番操作は代打を出していきましょう。続いてポイント2つ目、2倍試合に関してです。累計撤退税は2倍試合を使わないようにしていきましょう。累計は入団希望者の人数となっており、エールは関係ありません。1試合ごとに入団希望者は出てくるため、スタミナ40で試合をしてしまうと損となってしまいます。続いてランキング税に関してです。ランキング税は獲得エールが大事になってくるため、獲得エールの大きい試合に2倍試合を使用しましょう。具体的には応援大フィーバー、応援フィーバー中の全ての試合、応援フィーバーでない時の名門競合の時になると思います。続いてポイント3つ目、応援団に関してです。こちらも選び方が異なります。まず累計撤退税はスピリッツを上げる団員を優先しましょう。ボーナスは累計に関係ないため、試合展開に関わるスピリッツが大事となってきます。そしてランキング税はボーナスがランキングに直結してくるため、ボーナスの高い団員を優先してください。続いてポイント4つ目、ランキング税は累計のタイムスリップ契約書をすぐに開封しましょう。早めに開封することでより多くの試合にボーナスが適用されます。累計回収税に関しては関係ない部分となってくるため、契約書の開封はいつでも大丈夫です。 A ランクタイムスリップ選択契約書は累計の限界突破要因を確保できるため、開封せずに取っておくことを推奨します。続いてポイント5つ目、ランキング税は A ランク限界突破コーチ、 B ランク限界突破コーチでボーナス選手を限界突破しましょう。限界突破をすることでわずかにボーナスが加算され、累計の進みが早くなります。こちらも累計回収税には関係ないのでスルーで大丈夫です。続いてポイント6つ目、2日後に来るであろう A ランク以上確定スカウトに関してです。こちらもランキング税のみ関係してきます。エナジー消費を抑えたい方はこのガチャを3回引いてからランキングを走り始めましょう。時間効率重視の方は5回引いてください。また初日からタイムスリップのガチャを引いて走る場合はこのガチャはスルーで大丈夫です。続いてポイント7つ目、今回の主な報酬に関してです。累計報酬、ランクアップ報酬を合わせると58エナジー、 S ランクタイムスリップ契約書、 A ランクタイムスリップ選択契約書2枚、 A ランクタイムスリップ契約書2枚、ゴールド契約書4枚、 A ランク自チーム契約書、 A ランク契約書、 S ランク特訓コーチ、 A ランク特訓コーチ2枚となっています。かなり美味しい報酬となっていますので、しっかりと回収するようにしていきましょう。続いてポイント8つ目、自然回復で終わるかどうかに関してです。前回から設定は変わっておらず、単純計算で114試合やれば終わる計算となっています。余裕を持って自然回復で終わるでしょう。毎回の動画でイベント進捗状況は紹介していきますので、積みの目安としたい方は参考にしてください。続いては一通り説明を終えたということで、プロスピ応援団実戦の方をやっていきたいと思います。自分は累計回収税なので、どんな相手が来ても2倍試合は使いません。
さあ、ということでやっていきましょう。で、このイベント活躍ゲージ200かな ?200 で多分応援団員が1人もらえるので、まあ累計回収でもそこは絶対ね、回収しないといけません。まあなので、バッターの時は、まあ活躍ゲージを稼ぎやすい選手を代打に出して、まあ活躍ゲージを取りに行きます。ということで打っていきましょう。まあ基本的にまあ普通の試合と変わらないので、まあ試合中に関しては特に攻略要素はありません。そして試合後にね、ちょっとした攻略があります。この入団希望者の画面が出た時に、まあ入団希望者選ぶ前にね、オーダー画面に行っていただきます。で、オーダーで、まあ普通に戦うオーダーよりも弱体化したオーダーを一回セーブさせていただきます。まあこうすることで、まあこのオーダー基準で次の相手が選ばれるので、まあ次の試合にね、確実に勝つことが可能になります。まあ一旦ここね、ちょっと応援団員選んで、まあお見せしていきましょう。で、今組んだオーダー基準で相手のスピリッツが組まれているので、ここでもう一回オーダー戻ってもらって、まあ普通に戦うオーダーに設定してもらいます。まあこれ一応ね、手間にはなるので、まあ時間がある方のみで大丈夫だと思います。まあこれなくても全然イベントはクリアできます。さあ、そしてまあこうすることで、まあ次の試合これ戦うとしたら、まあスピリッツはかなり離した状態で確実に勝つことが可能となっています。クロスピ応援団の攻略法は以上となります。進め方は把握できたでしょうか?とりあえず試合をこなせばクリア可能なイベントとなっていますので、気軽にイベントを進めていきましょう。この情報が良かった方、タイムスリップ第1弾の累計開封が楽しみな方、ぜひ高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いては動画序盤でも触れた通り SNS キャンペーンの報酬が配布されたので、こちらの契約書類をまとめて引いていきたいと思います。合計4枚です。お願いします。 S ランク契約書の他に、まあ、30% 契約書と、まあ、これキャンペーン関係ないんですが 10% 契約書、ゴールド契約書も一緒に引いているので、まあ、できればね2倍引きしたいところです。まあ今 S ランクだったら極みにできる選手なら全然誰でもオーダー入る状況ではあるので、まあ、とにかくね、S ランク契約書ではその選手を引きたいところです。お願いします。さあ、誰が来るか。おー、大山選手は嬉しいです。大山選手はね、多分極みにできます。これはでかい。無難にね、極みできる選手引ければよかった開封だったので、かなり嬉しいです。ということで、契約書開封の結果、こんな感じです。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は動画序盤でも話した通り、タイムスリップ第1弾の選手評価、誰が当たりかまとめた動画を上げる予定です。午前中の投稿になると思いますが、よければ見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。